こんばんは。リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつもだいたい10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。というところでね、今日は日曜日ということで総括の日ですね。自分はもちろん海には行っておりませんというところでね、いや本当ね、今週はね、もうまさにザ・怪我っていうね、ザ・怪我ウィークって感じですね。怪我デイ、怪我デイって感じですね。怪我デイ、怪我デイ、怪我ウィークって感じですね。やけどから始まりましてね、実はね、スケボーでもね、やらかしてるんですね。そのうちメルマガで話しますけど。いや、でもね、で、それでいてこれでしょ、10針になったでしょいやでもね、メルマガのね、読者さんからね、温かい励ましの言葉をね、たくさんいただきました。ありがとうございます。メールや LINE、まあね、はたまたチャットでもね、本当にありがとうございます。この場をね、お借りしてお礼を言わせてください。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ご心配おかけしてます。でもね、順調にね、治ってますよ。もしね、縫わなかったらね、もしかするとまだ出血してたかもしんないですよね。そうなんですよ。目の上って何かとね、気をつけるって意識が働きますからね。若干ですけど視界が悪いのでね、もしぶつけたりね、ぶつけちゃったらね、もう発狂しかないですよね。いやマジで。でもね、看護師さんにも言われたんですけど、本当ね、目に当たらなくてよかったねって。確かにっていう。ね、思いましたね。なのでね、明日もね、元気に通院しようかと思います。今日はね、日曜日だからやってないですからね。はい、バッシュはね、来年ですね、というところです。それではね、まずね、全国波情報からですけども、寒い寒い、いやほんとね、家いても寒いっすね。ほんとね、朝ね、ちょっとね、スケボーやってたんですけどね、ちょっとね、寒いですね、やっぱね。でもすぐね、暖かくなるからね、やっぱり陸トレ大事ですね。いや本当ね、風が強まるね、予想より、ね、強まった感じありましたね。朝一は良かったですけどね、北海道の東にある低気圧からのうねりと風、それとね、はるか南東の海上にある高気圧からの吹き出しですね、周りうねりが強まってくれていました。太平洋側は広く遊べていたかと思いますね。低気圧ですね。低気圧のうねりがね、日本海側にもね、継続して届いているので、ね、日本海側はね、最大ちょっと大きくなりすぎちゃってましたかね。風は全国的に強まって、しかもね、寒いって感じですね。それでは、明日ですね。明日もね、引き続きね、寒そうな感じですね。今日と同じ気圧配置ですね。大陸から高気圧がね、日本海側へ徐々に移動はしてきますけども、北海道の北東にある低気圧が停滞気味でね、勢力が強いので、風、うねりは引き続きになります。なので、日本海側はうねりが収まらない感ありますね。太平洋側もその低気圧の影響が残ってくれるんで、太平洋側の方はね、残ってくれていいかなと思いますけどね。風はね、今日に引き続き強めかなと思いますので、防寒対策、万全にしてね、サーフィン楽しみましょうっていうところですかね。それではね、今日の一言は、1週間の総括の日というところでね。それでは早速ね、1週間総括の日、1週間の総括の日からというところでね、今週は天候にも恵まれて、風も控えめ。でもね、波も控えめで、後半ね、サイズが上がってきましたよね。まあ、そのタイミングでね、怪我しやがった野郎がいますけどね、本当に。参っちゃうね。というところですね。それではね、波乗りマガジン337、ボリューム337、カメラ撮影の方法を教えます。第3弾ということでね、本日第3弾、サーフィンで己を知るため、自分のサーフィンを知るためにはね、撮影してもらう、もしくは撮影することがとっても有効ですよ、ということでね。でも、いろいろと面倒なので、自分が試したね、撮り方、その中からね、続編紹介してますので、ぜひね、聞いていただきたい、見ていただきたいと思います。次もね、またもう一回続きますのでね、見てください。
楽しみにしていただけると嬉しいです。ということでボリューム338、イメトレだけで筋肉を上げることができると話題にというところでね、電車を見てるだけでも癒されますよね。そんなね、見てるだけで思い出すのはね、イメトレだけでね、筋肉がアップする方法があったんですね。そうなんですよ、それがね、話題の方法があるのでね、これはね、確認していただきたいと思いますね。で、ボリューム339、今流行りのホロドーム法をお試しくださいというところでね、一石二鳥もいいけども、そういう時って焦って行うから結局出戻りが多くてね、非効率になっていたり、読者さんはそんなことありませんかというところでね、そんな時はね、一度冷静になってタイトルでもあるホロモード法をね、試してみるべきかもしれないですね。この方法はね、仕事でも、私生活でもね、もうちょっとサーフィンでも使える方法なので、試してみていただきたいと思います。やることによってね、これをやることによって効率アップしますのでね、自分のね、休憩にもなるからね。それではボリューム340、納豆とサーフィンは合わないらしいというところでね、納豆とご飯が最高じゃないですか。でもですね、サーファーには NG って場合があるんですよ。みんな大好きな納豆。まあたまにね、大嫌いっていう人もいますけども、そのね、納豆の落とし穴についてお話しようかと。知っておくとね、豆知識としてもね、役に立つかもしれないですし、あれっていう自分の体調の変化っていうのもね、わかりますのでね、ぜひね、これはね、確実に見ていただきたい、聞いていただきたいと思います。では、ボリューム341というところでね、一番やってはいけないことをやってしまいました。というところでね、まあね、冒頭でも言いましたけどね、はっきり言っていたかった。麻酔してますけどね、そんなクリスマスですよね。やれやれだぜ、徐々的にね、まさか年末にやるとは思っていなかったので、本当にびっくりしました。いや、このね、怪我についてね、語ってますので、皆さんもね、こういうことあり得るからね、本当に、明日は我が身、今日は我が身っていうのがありますので、ちょっとね、これはね、気をつけていただきたいと思います。ということでね、で土曜日配信、LINE マガジン、今日も一緒に行ってきましたってことで、しばらくはツイン生活なんてことな、ないことなんですけども、でも痛い。でもね、ちゃんとね、波情報をお届けしていますのでね、こちらも合わせて確認してくださいというところです。来週はね、オフトレとまあ、休養休養って、したくて休養してるわけじゃないわ、単純にね。サーフィンができない。できなくてもね、できることを模索していくね、考えていこうと思います。なんたってね、自分の教える方法は海に行けなくても上手くなる方法ですからね。もしね、意見とかご感想とかあればね、ぜひ、メールでもいいし、LINE でもいいですし、メッセージでもね、いただければと思います。はい。というところでね、今日はね、これで終わりたいと思いますけどもね、来週もまたどうなるかなっていう、いや本当ね、早くね直したいですけどね、まあ、ちょうどね、休めって言われてるのかなっていうところもありますけどね、いろいろと考えながら行動していきたいと思います。もっとね、陸トレをね、もっとじゃあね、うまくいけるような方法とかもね、考えていきますのでね、来週もまたお楽しみにしてくださいというところでね、しましょうじゃない、してくださいですね。はい、もう来週でね、もう1年も終わっちゃいますからね、早いですね。というところでね、明日海に行かれる方はサーフィンを気をつけて楽しんでください。じゃあまた、バイバイ。